真空ポンプ、真空ポンプ、真空ポンプ、バキュームポンプ、バキュームプンプとは容器内から機体を排出し、真空を得るためのポンプである。1650年にドイツの夫を本芸歴により発明された。一台で超高真空から大気圧までをカバーするのは非常に困難なため、多くは荒引きポンプやメインポンプなどと組み合わせで使う。 用途によって1台で済む場合は、荒引きポンプ、メインポンプなどの呼び分けはしない。真空ポンプは以下の3つにより構成される。どれだけの真空度を必要とするか、また排気する機体の成分によって使用すべき真空ポンプは異なる。真空ポンプの分類法は原理による分類、使用圧力による分類、用用いるか用いないかの分類などによる。真空ポンプで、 最も一般的なのは、排気量、到達圧力、価格などの総合面で優れた性能を持つ油、回転型真空ポンプ、ロータリーポンプである。最も安価であろう、手押し式はエアコンの冷媒注入用として市販されている。吸着装置やアスピレータなどの低真空向けに安価なダイヤフラムポンプもかなり普及している。真空ポンプは機体を、吸気側から、 排気側に向かって輸送する方式により排気する機体輸送式真空ポンプと真空ポンプの中に吸気側から入ってくる機体を溜め込む機体溜め込み式ポンプイントラパントキャプチャーバキュームプンプに分類される。また機体輸送式真空ポンプは一定容積の機体を吸気側から排気側に輸送する方式の容積一層式真空ポンプ ポジティブディスプレイスメントプンプとポンプ内の別の物質の運動エネルギーにより下川液体を輸送する運動量輸送式真空ポンプ、キネティックバキュームプンプに分けられる。一台で大気圧から高真空まで排気することができる真空ポンプは存在しない。その排気方法によって作動する圧力が決まっており、使い分けなければならない。特に高真空領域まで排気するためには、 高真空まで排気できるポンプの排気側に、大気圧から作動するポンプを別に用意しなければならず、排気側、排圧側の圧力を下げなければならない。このような場合は、高真空まで排気できるポンプを、主ポンプ、インプンプ、の主ポンプの排圧側のポンプを、補助ポンプ、バッキングバキュームプンプと呼ぶ。補助ポンプは、大気から排気するため、主ポンプの動作する領域まで排気するための荒引きを、 行うことも含むため、粗引きポンプ、ラフィングバキュームプンプと呼ばれる場合もある。また、大気圧から作動するポンプを、低真空ポンプ、ローバキュームプンプ、高真空で作動するポンプを、高真空ポンプ、ハイバキュームプンプと分類する場合もある。高真空領域まで排気されたジャンバ内では、実は、排気だけではなく真空ポンプ自体から発生する。 機体成分がが大きな割合合を占める場合がある場あ特に真空ポンプ内でオイルや水分などを使用する場合はそれ自体の蒸発がチャンバ内での作用に大きな影響を与える場合がある。特に微細なコントロールが求められる集積回路の製造工程である半導体プロセスではわずかな蒸気の混入が製品のぶどまりに影響することもあるため真空ポンプ自体が 油などを使わないドライナンプなのか、油などを使用するウェットなポンプなのかは、非常に重要な問題となる。そのため、現在では油を使用しないポンプを、ドライポンプ、ドライプンプ、油を使用する真空ポンプを、ウェットポンプ、ウェット、プンプと分類している。真空ポンプの先駆けとなる吸引ポンプは、1206年に技術者で発明家のアルイコールジャザリが発明した。 吸引ポンプは15世紀になってヨーロッパにもたらされた。1551年には滝イコールワルジンガロク気筒式ポンプを発明した。これもかなり真空に近い状態を作り出せるもので、鉛の重りを上に動かすと、それに伴ってピストンが上に引かれ、真空状態になったシリンダーに水を吸引し、バルブで水が逆流しないようにする構造だった。17世紀までに、 ポンプの設計が進化し、ほとんど真空の状態を作り出せるようになったが、その事実に、人々が気づくにはやや時間がかかった。当時わかっていたのは、吸引ポンプは、ある高さ以上にまで水を引き上げることができないという、事実だった。1635年頃測定された結果では18ヤードだった、帝国標準ヤード制定前なので、メートへの換算は不明だが、 だいたい9から10メートルと考えられる。この限界は、灌漑や、鉱山の排水にとっての懸念材料であり、当時噴水を作ろうとしていたトスカーナ大公にとっても問題だった。そこで、トスカーナ大公は、ガリレオガリレーに問題の調査を依頼した。ガリレオは科学者らにこの問題を広く問いかけた。その中の一人であるガスパール・ベルティ、ガスパー・バーティは、 問題を再現する装置を1639年、ローマで製作した。これは水を使った一種の気圧計である。ベルティの気圧計は水中の上に真空を生じさせたが、当人はそれを分かっていなかった。1643年、エヴァンジェリスタ・トリチェリが突破口を開いた。ガリレオの記述に基づき、トリチェリは世界初の水銀を使った気圧計を作り、 水銀柱の上の空間が真空であると結論づけた。また水銀柱の高さは大気圧で支えられる最大重量に対応していることが分かった。なお、トリチェリの実験は重要だが、実際にその空間が真空であると証明したのは、ブレイズ・パスカルの実験だとする説もある。1654年、オットフォン・ゲリケは世界初の真空ポンプを発明し、 有名なマクデブルクの半球の実験を行い、内部を真空にした二つの半球を何頭もの馬で引っ張っても半球が外れないことを示せた。ロバート・ボイルはゲーリケの設計を改良し、真空の性質について様々な実験を行った。なお、ボイルの真空ポンプの開発には、ロバート・フックも助手として関わった。1690年、ドニ・パパンはシリンダーに、 少量の水を入れて、ピストンで密封し、それを外から熱したり冷やしたりする実験を行い、中に真空状態が作られることを発見した。トーマス・セイバリーは1698年にドニパパンと同様の原理で水を吸引するポンプを完成させた。セイバリーはこれを、甲府の友と呼び、鉱山の排水に、これを使った。 その後真空の研究に進展はなかったが、1855年にハインリッヒ・ガイスラーが水銀を使ったポンプを発明し、10パスカル0.1トルという真空の記録を達成した。1865年、ハーマン・スプレンゲルは、さらに高度な真空を生み出せるスプレンゲルポンプを発明した。このレベルの真空の電気的性質が観測可能になってくると、 再び真空への興味が増大し、そこから電球や真空管が開発されることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。